新しい宿と書いて新宿。そうです、今日は新宿駅にやってきました。ここはどこかと言いますと、向かい側のバスタ新宿の4階です。新宿駅が一望できるんですよね。どうも、ドグモンボイです。今回はですね、新宿駅のイルミネーションをご紹介させていただきたいと思います。これから駅周辺どんどん回っていきたいと思います。なかなか肌寒い中ですが、コートを着て、今日はスーツも着てますが、回っていきたいと思います。それではご覧ください、どうぞ。それでは甲州街道改札付近のイルミネーションから見ていきましょう。まず見えたのは大きなドコモタワー、これも一つのイルミネーションですね。おっと、奥の方にキラキラと光るものが見えますね。行ってみましょう。出てきたのはキキララでした。ライトアップしてますが、これ実は明日からで、12月1日から12月25日開催ということですので、フライング失礼しました、さようなら。連絡通路にもイルミネーションがあり、とっても綺麗ですね。どこを歩いてもイルミネーションって感じです。こちらは新南改札付近のイルミネーションでございます。何やらペンギンが1匹と2匹、ちょっと近づいてみます。おっと、これはこれは荷物を4つも持ったペンギンが必死に歩いてますね。よち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 。さあ、新宿駅西口へやってきました。こちらは宝くじ、周りにあるのはビッグカメラ、そしてタクシー、それから大きなビルとかがたくさんありまして、明治安田生命、また宝くじ、そして京王新宿駅がございまして、これは何ですかね、ハッピーレモンちゃん。さあ、新宿駅の東口へやってきました。東口は待ってる人がたくさんいましたね。あたりを見渡すと富士山のイルミネーションがちょこんと見えますね。富士山にしてはちょっと小さい気もしますが、こちら見てみますと、あまりありませんね。新宿東口ですね、出たところにあります歌舞伎町へ続く通路でございます。こちらはですね、青白く光るイルミネーションがたくさんありましたね。この高い木に吊るされたイルミネーションはどうやって吊るしたのでしょうか、気になります。少し歩いていきますと、もうクリスマスムード抜群ですね。少し辺りを見渡してみましょう。何かあるのでしょうか。おっと、見つけました。これはなんだ、これはなんだ、タッキーだー。南改札にございましたのはこちらの真っ白なクリスマスツリーです。とっても綺麗ですね。もう少し見渡してみると、植木がイルミネーションで光っていました。こちらの通路は非常に落ち着いていますね。あたりを見渡すと、トナカイやサンタ、小さなクリスマスツリーに雪だるまにサンタ、とっても綺麗です。これは誰だ。はい、ということで新宿駅のイルミネーション行ってきました。僕的にはですね、ちょうど明日からというね、オープンするキキララのイルミネーションでちょっとフライングしてしまったんですけど、まだもうちょいで完成って感じだと、ほぼほぼまあできてはいたんですけど、一応12月1日からですね、ライトアップされますキキララのイルミネーションが一番良かったです。なので皆さんもぜひ行ってみてはどうでしょうか。それでは本日終わりたいと思います。いつもご視聴ありがとうございます。ぜひ面白かったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。いつもご視聴ありがとうございます。ついでに恋ダンス、よいしょ。